ボールベアリングが遅いだなんて、そんなことはないはず。前回ベアリングを検証した結果、ボールベアリングが思ってたよりも早くなかったので、今回購入直後のボールベアリングを早くするために脱脂というものをやっていきます。その前にまずは脱脂前の六角穴ボールベアリングを基準値として計測します。今回ではこちらのタイムを基準にしていきます。ボールベアリング、なぜ脱脂をするといいのかというのは、購入する前に錆びてしまうといけないので、防生剤や潤滑油といったオイルがボールベアリング内に含まれています。そのオイルが必要以上に多いため、ボールベアリングがうまく回らないということが考えられます。そこで脱脂をしてオイルを落とすわけですが、今回使用しますこのパーツクリーナーというのが結構長い、こちらホームセンターで購入したものになりますが、パーツクリーナーと一口に言っても品揃えが大変豊富なので、選ぶポイントとしてはベアリングプラスチックゴムに使えるかどうか、裏の用途を見てベアリングの脱脂に適しているかを確認しましょう。ではボールベアリングを適当な容器でいいので、丸穴ベアリングと HG もそのまま入れようかな。620ボールベアリング、こちらに関してはこの黒い蓋の部分簡単に取れますので、デザインナイフなどを使って外していきます。よいしょ。このように外せましたら、これらをまた容器に入れていきます。そしたらこの中に先ほどのパーツクリーナーをよく振って噴射します。蓋をしっかり閉めて容器を振っていきます。そうするとクリーナーが濁ってくるので、濁ったクリーナーは入れ替えて何度か洗浄を繰り返します。洗浄が終わったボールベアリングはペーパーに移してしばらく乾かします。それでは脱脂後のタイムを測っていきましょう。まずは六角穴から。
そんなバカな。ベアリング内だけで見れば620ボールベアリングが一番速くなりましたが、ここでもう一度フッ素コート、そうなるとやっぱりフッ素が一番になるのか。あれからマシンを変えてみたり潤滑油を一滴垂らしてみたところ、最後にフッ素コートと620ベアリングの 100m 走をご覧ください。はい、本日の動画以上となります。今回僕の方でスピードチェッカーを使った計測として、ベアリングのナンバーワンはフッ素コートスチールベアリングに決まりましたので、ぜひ参考にしてみてください。いやー意外だったわ。はい、以上ミニ四駆マスターでした。